です。はい、アリサです。元フェチと言ったらスライム。そんなあなたたちに、はい、すごいアプリを紹介します。すごい。それがこちら。このアプリはスーパースライミーシュミレーターというアプリです。実際にやってみましょう。どんなゲームか、はい、やっていきましょう、はい、やっていきましょう。ピアラチャンネル。なんかスライムが出てきた。うわゴールドが。え、触ってないのに。あ、勝手になったのね。びっくりした。お化けがしたみたいか。いや、触ろうか。うわぁ、なんか、チクチクチク。聞こえるかな、音聞いてみよう。画面の中にさ、これなら手汚れ。ほんとやん。音フェチだけで。なんとこれ、自分好みのスライムが作れるんです。自分で作れるってこと？うん、私でちょっと作り方教えて。まずはこの家のマークのとこ、家のマークのとこを押してホーム、このプラスのとこを押すの。そうしたら作れる。おお、ここに何個か種類、スライムの種類選べるんだ。こうね、あって何個かある。まずこれを選ぶ。どういうスライムにしたい？これなんかね、食感が気持ちよさそうだね。このこれ、このアイディみたいな名前のこの三つ穴が開いたやつ。このさ、これ作ろう。うん、いいよ、楽しそう。ちょっと、うわー、でこれをまず混ぜる。まだトロトロのスライムから混ぜたら、うわ、あ、なった。あ、そしたら次は色を選びます。おお、何色にすると、これ青というか、うん、水色よりの青。うん、おお、シャリシャリって本当だ。あ、だんだん海みたい。おー、真っ青。甘そう。あ、真っ青。甘そう。なんて言った？甘そうって言った。じゃあ飾り、うん、例えばナタデココスライムとかこれでできるよね。これでできる。じゃあ押してみて。押す？うん、で、混ぜる。なんか、ぷくぷくって入ってる。おお、気持ちいい、この音。楽しいね。でも、なんかじゃあ、なんかすごい。で、最後に名前が付けられると、このスライムの。おお、何にする？名前何にする？海。海？え、でも海シュールやな。何にする？ナタデココ様。様はナタデココ様。ココ様。待って、海って英語で？サマー。海違う、ね、海はサマーなんてやった。海、海ジーシーシーナタデココシーナタデココシーナタデココなんかすごい、はい、シーナタデココスライム、シーナタデココスライム完成。面白い。そしたらこの OK、 OK、 おーおー、 Let's play。 Let's play。 イエーイ。じゃあ、あやさちゃん、触ります。はい、いきます。ちょっと音フェチタイム。なんかこうビューって素敵な音だよね。音フェチタイムね。じゃあ、うわぁ、うわぁ、本当に触ってるみたいやん。手が汚れきれい。なんかさ、口立ってみたいな。わかる。こう、癒される。なんか楽しいね、これ。うん、だからこういうタイルみたいなのに作ったやつが保存できる。マイスライムみたいな感じで、うん、あ、でここの下から元から作ってるやつかな。なんか触ったらコインが溜まっていくんですけど、うん、そのコインで好きなスライムが買えると楽しい。それで触れるってことね。で、うん、もうこのゴールド買った。おお、ゴールド。はい、ということで、スーパースライミーシミュレーターというアプリを紹介しました。みんなもアプリ入れてみてね。バイバーイ。バイバーイ。あ、ちなみに無料です。おお。しかも音フェチのね、音がやばい、うん、自分で無限に音フェチ、うん、無限無限。